はい、こんにちは、服部です。今回はこちらキャデラックエスカレードの紹介になります。こちらの車は令和5年式、走行距離は8000キロ、グレードはプラチナムとなっています。はい、ではエクステリアから順番に見ていきましょう。まずフロントからです。もうとにかくでかい初代モデルから全長が200ミリほど長くなっています。なので車内空間としてはミニバンにも劣らないというかね、すごく快適な空間となっています。やっぱりこの大口グリル、まあパワフルなだけあって空気を送り込むのに必要なのかもしれないですね、うん、でこのメッキがすごく映えるデザインになっていて、注目すべきはこのキャデラックのマークです。ツートンのねメッキに変わっています。これによってかっこよさが僕的には倍増してるかなというふうに思います。でこのグリルはプレミアムの専用のデザインになってます。でヘッドライト、2眼の LED ヘッドライトで、ここにアダプティブハイライトシステムと書いてあります。他の車でいうとアダプティブハイビームとかがね、いう感じです。はい、でウインカーはどこにあるかというとここになります。縦ラインになりますね。でもここにライトがあることでいいデザインになっています。でカーブに関しては別にエアロを巻いているわけではないんですが、ちょっとまあエアロ風なデザインになっていると。まあもうボンネットの位置がとにかく高いですよね。横に並んだ時にもここですからねかなり大型です。はい、サイド回ってきました。背も高いですね。僕結構背高いんですけどね、それでもこうそれよりも上にいるという感じです。これは電子制御がされています。ボタンかな、ボタン、うん、あるんで、そのボタンを押してもらうとポクッと開いてくれる。でそれと同時にサイドステップ、あ、ちょっとし勝手に閉まっちゃう。で、そう、イージークローザーがね全ドアについちゃってるんで、こういう感じでサイドステップが電動で出てきます。しかも幅も広いから、これめちゃくちゃ乗り降りしやすいです。やっぱりただでさえちょっとこう車高が高いので、これがあるとないとでは本当に違います。でサイドもやっぱりシルバーがアクセントとしてかっこよく入ってくれてます。窓のね縁、そしてルーフレールもついてます。でここにもシルバー単色のエンブレムがついています。じゃあホイール見ていきましょう。はい、ホイールに関してもセンターね単色のエンブレムがついてて、めっちゃでかいホイールを履いてます。22インチで、タイヤサイズは 275-50-22、すべてがでかいです。幅も厚みもかなりのものを入ってます。続いてリア見ていきましょう。はい、じゃあリア回ってきました。まずここにもやっぱシルバーエンブレムですね、うん、まあリアに関してはちょっとシンプルめかな。あのごつさを後ろからでも感じさせるこの入り方をしてます。でテールライトに関しては縦型ですね。でハブね、これに関してはダミーではなくちゃんとマフラーがあります。ゴツッとしてますよね。はい、ここ開きます。これ日本車で言うとプラドがねここ開くデザインになってますけど、キャデラックも同じようにここ開けられます。容量に関しては722リッターから2065リッター、桁外れですね。横幅広い割にはちょっと横狭いかなというイメージではありますね。これで倒すことができますという感じで、全部倒すとこんな広さがあると。これはめっちゃ広いですよね。軽く引っ越しもできるし、なんなら別にこれベッド引こうと思ったら引けますねっていうぐらい広い空間が作り出してもらえます。でここ電源線がコンセントですね、ついてます。で床下です。まあ荷物を入れるっていうよりは必要な工具を入れると、そういう感じですね。では続いてインテリアを順番に見ていきましょう。
はい、ドア内側はこんな感じです。基本的に、まあ、黒で統一された内容になってます。で、オーナメントがね、木目が使われていて、で、ところどころこうシルバーの差し色が入ると、すごくシックなデザインですね。まあ、とにかくでかい。ボタンがちょっと小さく感じるぐらい大きいです。まあ、このボタンのオーナメントに関しては、ラメ入りのピアノブラックって感じですね。うん。はい。ここベンチレーション、シートヒーターがついてます。で、シートヒーターに関しては、座面と背面、両方できると。で、電動です。で、この車はね、マッサージ機能までついてますからね。はい。座席は、こんな感じです。革で、黒で、白のステッチが入ってて、まあ、実際に座る部分はボコボコっとしたデザインになってる。はい、運転席からの前方はこんな感じです。どうですか？おしゃれですよね。もう黒を基調としてて、木目が入っていて、大きさの中にいろんな便利さが詰め込まれた、そんな内装になっています。メーターね、面白いデザインしてますよね。横に長いデザインになっているんですが、メーター部分とディスプレイ部分が分かれているものになってます。で、これは38インチ有機ディスプレイ。38インチってもうちょっとした家にあるテレビですからね。で、しかも有機ディスプレイ、 4K テレビの2倍の高精細度で、各カメラの映像が見ることができて、ヒッチ確認の映像もあります。ではつけていきましょう。このね、演出もめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、ここがオードメーターだったり情報を表示してくれてます。で、真ん中がデジタル式のタコメーター。で、この辺はまあもちろん表示変えることもできます。こっち側行きましょう。ナビであったり、設定であったり、そんなんをいじることができます。カープレイがね、つなげるのでね、地図の更新とかも心配ないですからね。うん。まあ、ハンドル周りも見ていきましょう。真ん中にはね、キャデラックのエンブレム。で、ステアリングヒーターもついてますね。ここエアコン送風口、結構広いものがついてて、実際触るのはこの物理ボタンになってます。結構ね、細かくいろいろ設定ができます。で、真ん中ここ行きましょう。これシフトノブです。アメ車とかやったらね、結構こう、大きいイメージやと思うんですけど、もう電子制御化されてます。で、オートホールド、ついてますし、アイドリングストップもついてます。で、ここ行きます。これがね、リモートタッチ。ディスプレイを操作することができます。ちなみに、はい、タッチもできます。ただ、やっぱね、車が大きくて、まあ、ちょっと距離あるかなという感じなんですよ。ここに慣れておくと、姿勢を崩すことなく使っていただけます。ここも、この木目すごいですよね。開けるとタイプ C と USB で、ここ四角の小物入れやね。うん。で、こっち側がドリンクホルダーです。で、ここにこれね、縦型の置くだけ充電、置くだけというか挿すだけというかね、うん、うん、縦型で、スマホの充電ができます。はい。で、ここね、やっぱでかいですね。はい、ここ開けていきます。なんとクーラーボックスになってます。電源を入れると2段階ですね。で、ここにも電源線があって、USB と Type C と、そして SD の挿入口があると。そういう感じです。これはね、デジタルインナーミラー型のドライブレコーダーついてます。はい、これね、リアゲートを電動で開けることができるんですけど、オフやと本番に開くだけ。で、4分の3やと4分の3まで開きます。マックスやとマックスまで開いてくれます。後ろにね、ちょっと突っかえてるとかやと便利ですよね。うん。これで開ける、閉めるができます。ライトはね、なんかちょっとこう安心感がある手動ですね。で、めっちゃちっちゃいのに、じわーっとこう明るくなってくれますね。はい。はい、サンルーフです。大きいんですよね。はい、2列目のもう足元、窓
まで行ってくれます。もちろん、こうやって換気することもできます。できますし、前側にはなるんですが、オープンすることもできます。しかも、ここ全フルオープン。めちゃくちゃ開放的です。はい。というものがついてます。で、この車、スピーカーの数もすごいんですよね。ここにもついてるし、上見てもらったら、ここにもついてるんですよね。すごい遮音性がいい車なので、音楽を楽しんでもらうのにもすごく、うってつけかなと思います。めっちゃ広いです。で、ここ足元下入ります。で、しかもイルミネーションがありますね。ここ2個余裕で余るぐらい入ってます。膝下ひっついてますね。完璧なシートです。質感自体は前と同等で、結構クッション性は柔らかいシートになってます。で、ドア内側に関しては全く一緒ですね。黒を基調として木目のオーナメント、そしてシルバーの加色が施されているという形です。ディスプレイがついてます。これね、左右同じ映像を流すこともできるし、独立した映像を流すことも可能と。で、HDMI ってなってると思います。それがここにあります。HDMI を差し込むことによって映像を映し出せるという感じです。で、電源線がタイプ C があり、ここにはコンセントがついてます。ここ開けてもらうとドリンクホルダーが2つ出てくる。で、上にはエアコンの操作です。シートヒーターがついてますね。いや、広々としてます。ここの間がね、この日本車ではあんまりこういう広さはないんですよね。なんならこんだけ広さ取るんやったらもう一席置こうみたいな。そんなんが日本車やっぱ多いんですけど、やっぱ幅が広い車だけあって、ここの幅も広いです。じゃあ、そのまま3列目行きましょう。3列目はもうめっちゃ簡単にここ、余裕で行けますね。ちょっとやっぱ圧迫感はあります、正直。あるんですけど、これ、2列目、普通に、後ろにあるんですけど、席。前当たりません。拳1個も入らないぐらいの隙間はあります。で、こっちに行ってしまえば、ここ足元下入ります。ただ、まあね、ここ、まあ1個入りますね。ちょっとこの膝下はつかない。で、質感で言うと、3列目になると、このデザインは全く一緒ですし、かっこいいんですけど、若干薄いかなという感じです。ただドリンクホルダーあります。電源線がタイプ C がこっち側もそっち側も2箇所ついてます。3列目をジャケにはしてません。で、ここにね、エアコンの送風口があって、今ね、めちゃくちゃ涼しい。これ3列目でも正直僕耐えれますね。っていうぐらい空間があって、後ろは3人乗ることができます。いやー、でかいです。やっぱ、数回乗っただけでは、ちょっと慣れないです。っていうぐらいでかいプラス、やっぱり左ハンドルっていうね。まあ、左回転に関しては、すごく白線沿いに行けるから、楽。ただ、まあ、右、右折するときですね。ちょっとやっぱり対向車。対向車も右折間違いたら、どうしても見にくいっていうのもあるかな、という感じです。で、もちろんやけど、ウィンカーとかね、逆なんで。外車で、ワイパーとウィンカー間違えるのは、ちょっとかっこ悪いけど、逆にね、普段外車乗ってる人が日本車でっていうの、ちょっとかっこいいですよね。かっこいいよね。やっぱでかいからこそ安定感っていうかね、ちょっとスピードが出ててもそんなにスピードが出てないぐらいの感覚で中にはいられます。あとは目線が高いので、ちょっとしたなんかこうトラックに乗ってるかの感覚です。でかいのにもたつきがないです。
発信とかの時めっちゃ静か。ほんでもう会話の邪魔にもならないですし、少々の段差ぐらいやったらもうハンドルもブレないし、すごい安定感があります。もう気づいたらスピード出てる感じになっちゃうので、ちょっと注意が必要かもしれないですね。はい、今ちょっと踏んだだけでウィーンって言ったでしょぐらい、すごい力強い。まあもちろん小回りは効かへんのやけど、今みたいに曲がるとき重たいみたいなのは全然感じないです。タイヤも大きいの履いてるんですけどね、重たさを感じない電子制御がされてますね。アクセルのレスポンスがいい分、ブレーキもめっちゃ効きますね。クイッと止まってくれる。逆に効きすぎるぐらいの感じ。ちょっと踏んだだけでグッと止まる感じです。いつもここ見にくいんやけどね。視界が高いからめっちゃ見やすい。あ、このバックカメラ。なんかめちゃくちゃ鮮明で見やすい。なんか緑がより緑みたいな。有機ディスプレイやからなのかな。あ、すごいね。めっちゃ綺麗。はい、ということで今回は、キャデラックのエスカレードを見ていきました。現在こちらの車はゼニスで展示中です。気になった方はお気軽にお問い合わせください。このチャンネルでは販売車やカスタムパーツ、新型車種の紹介をしています。お問い合わせは公式 LINE にて随時受付中。お気軽にお問い合わせください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムもやってます。公式アカウントだけでなく僕個人のアカウントもありますので、ぜひ概要欄よりチェックお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。